はい、こんにちは、ピカです。さあ、それでは前回の続きやっていきましょう。で、祭祀場のひもりめさんにソウル渡したら呪いが解けて若返りました。また元に戻りました。今までちょっとしわくちゃだったんだけどね。いや、これは嬉しかったな。よし、そしたらあと行ってないところ行ってみましょう。多分もうすぐボスだと思うんですけどね。あとこのダークソウル3久しぶりでね、3週間ぶりかな。もう今ちょっと練習してたんだけどね、もう予想通りボッコボコでしたね。まあパリのタイミングやっとカットやってたのももう全部忘れてましたね。多分この上、あとこの上だと思うんだけどね。この上ね、前回ここで終わってるんですよね。よし、行ってみましょう。今まで3週、あ、これはなんかあそこから行けそうだな。今まで3週間分というか3週間上手な人の動画とか見てね、イメージトレーニングはしてたんだけど、やるのと見てるだけのと全然違いますね。お化けか。上にもなんかいるぞ。あ、このオレンジやばいやつだよ。この壺に罠あった。あれなんか出てるな、ガスみたいな。うわ、いっぱいいる。やばいやばい。上のやつ早く倒さんとな。こいつか、あいつか。まだいるか。これはどこ行くんだ。さっきのソウルあったとこかな。ここも行けるよな。ここ降りてみようか。やっぱりここか。
あ、この足音。踊り子みたいなやつだよ。あ、いたいた。あれ、なんか武器違うぞ。え、鎌？はい、やばいぞ。まだいるぞ。これさっき練習したけどね、こいつか。この盾持ってるやつ難しいな。盾持ってるやつパリちょっと難しいかもしれない。いて、これボスだな。この霧、この下にソウルあるんだよね。かがり人がないのか。見えない。あ、ここ開けれるのか。向こう側から開けれなかった。よし、これでボス近くなったぞ多分。よしよし。そしたら、火の魔女も、これはダメだ。タイミング忘れてるな。
ろだな。かがり火でボス行きましょう。で、この強い魔力の武器使ってみるかな。見えない体。そしてこれをこれか。で、この弓はいらねえな、今ボス戦では。これでいいか。ここで体を見えなくして、で、ゆっくりと。あら、いて気づかれるのか、近すぎたら。ちょっと待って、やばいやばい、こいつもいたか。これは逃げよう、逃げよう。ボスのところに早く行こう。いて、いてね。どこだボス。あ、これか。あ、ボスさん怖いな。これパーリーできるかな。
無理だろこれ。一方的だよ。薬飲む暇ねえじゃねえか。どうやるんだ。薬飲めねえよ。
召喚。死んでくれ。アホか。まただよね。いて。死んだ。かっこ悪い倒し方やな。何回したろう。30回くらいしたな。それじゃあどんどん行ってみよう。こっちから来たんだな。こっちに行けばいいんだよね。ここにも扉あるよな。この扉行ってみよう。開かないか。しかしあのサリバン強かったな。うまい人の動画とか見てね、イメージトレーニングとかしまくってたんだけどな。やっぱ全然違うな。これからも苦戦しそうだ。何もないな。あ、そう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 、あっちに飛び降りたところにね、あの多分アイテムあったんだよな。それ取ってこようか。あ、こいついる。そういえばこっちもいる。まだいるか。シールドバッシュ効かないか。あ、効いた。よし。こっち行って、そしてここから登ってきて、逃げるようにあのボスの方に駆け込んでいたからな。こっち側はまだ行ってないかもしれないぞ。え？あ、行ったか。行ったな。こっちから来たんだな。本当はこっちから来て、でこことか見て、あ、これボスだみたいな感じで、そしてそうそう、こっち降りてったのか。でここ飛び降りたらあのアイテムあるんだよね、あれね。でもいっぱいいるな。見えない体で行ってみよう。
あれ？そっか、魔法忘れた。どうしよう。これ落ちて逃げれるかな。行ってみよう。あ、取った。おい、寄ってくれ寄ってくれ。おい、ちょ。避けてくれ。太陽の調子の指輪。あ、怖かった。よし、ここからワープだ。よし。で、太陽の調子の指輪っていうのか、あれ読み方わかんないけどな。これだったか、うん、奇跡の威力を大きく高めるか。うん、よし、じゃあ進んでいこう。おお、トカゲだ。トカゲ2匹。逃げんといて。おお、逃げんといて。おい、1匹逃げてしまったぞ。おい、アイテムが。もうでっかい建物だな。もうアイテムあるぞ。かけら。次はここ登っていけばいいのか。ここ何もないよな。入り口はないね。ここ登っていくんだな。あ、なんかここにいるぞ。橋渡ってる。どこだこれ。これ巨人だよな。巨人のちょっとちっちゃいの動かないよな。あ、こん中行けそうだ。広いなあ。あ、幽霊か。いて、いっぱいいる。いたいたいた。なんだこれ。闇、闇宝石の指輪。
なんかまだ足跡が。上か。闇宝石。あ、これか。闇カット率を高めるか。ここ行ったら長そうだな。そしたらあっちの突き当たりはどうなるのかちょっと見てみよう。こっち戦士のソウル。なんかこっちすげえ。おい何こいつ。ここか。熱い。後ろになんかいる。おい、これいてる。ちょっと待ってくれよ。おい、あんな強そうなの二人がかりはやめて、あんた一人来て。また来た。ちょっと二人は無理だろう。なんかこいつら回復してない。おい無理。こいつら二人、こいつもう死にそうだ。よし、まだか。死にそうなのは俺か。よし、もう死んだ。死んでくれ。つくんだ。勝ったか。よし死んでくれ。
槍もらった。あの巨人なんかくれるかな。おい、あれ？熱い。上から。あれら。待て。ちょっと待って。怖いよこれ。上のちょっと倒さんとダメだな。こいつか。え、強いぞこいつ。あいつは弓矢でやろう。弓矢を当たらねえ。え？こいつまだいるよ。復活するの？ああ死んでくれ。もうちょっと死んで。おいおいおい、何してんの。なんかもらえたぞ。かけらか。ここは何もないかな。なんかありそうだぞ。飛び降りれるの？飛び降りれないな。
え？何？槍？あ、こっちになんか入り口ある。こっちからは開かないか。こっちから登ってきたから、そしたらこっちだな。お、あるぞ。なんか、あ、これさっきのか。こちら、かがり火ないかな。なんか中に入ったぞ。え、これあのボス戦のところだよな。サリバンのいたところ、あっちになんかトカゲっぽいのいるぞ。これで渡れるの？あれね、下下がってたよ。あのトカゲ倒してこよう。もしトカゲ、愚者の奇跡。向こう側も行けるのか。あ、宝箱。アミミックだ。しかも強い。あれれれ、うわ、やばいやばい、食われてる。ちょっと待ってくれ。ついよ、やめてくれ。ダメダメダメ、これダメ、勝てねえこんなもん。追いかけてくんなよ。痛い。これダメだ。ちょっと箱に戻ってよ。どこまで追いかけてくんのこいつ。箱になった。ああ、ちった。あれには勝てない。ちょっと回復してこよう。あ、こミミク、ここにいる。これちょっとそのままにしておこう。勝てない。
こっち行った。壁でもないよな、なんか。行き止まりか。あのミミック倒してみるか。動きわかんないからな。体力満タン？これは掴み攻撃だろう。行け、押し、行った。やれるじゃないか。なんかもらえたぞ。金枝のなんだこれ。槍か。よし、それじゃあこっちはもう行き止まりみたいから、うん、今回はここまでにしときます。そして次回あのお城の中入っていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。